どうも、シュメルです。今回はね、iPhone3 と iPhone11 のね、この2つの端末を、まあ8つのカテゴリーに分けてですね、総合的に比較していきたいと思います。で、一応ね、カテゴリーの違う端末なんですよね。ミッドレンジスマホと、まあフラグシップ機の中で一番安いスマホのね、この2つに分かれてはいるんですけれども、まあどちらかを購入するかで迷っている人のためにね、まあお役に立てる情報を、まあ届けられたらなと思います。それではね、やっていきましょう。じゃあ、それではね、こちらのカメラから見ていきますが、まあね、どちらのカメラもですね、総合的に非常に 非常に優秀なんですよね昼間の写真であればねかなりいい勝負にもなっていますし基本的にはね遜色のない写真が撮れることもしばしばなんですね。で夜でもねある程度の光があればですね似たような結果にもなっていますし動画に関してもですね 4K でさえもほぼ同じぐらいに、ね、変わらないぐらいの高性能な結果になってるんですね。ですので iPhoneSE2 はね価格を考えれば本当にこれ以上ない品質だと言えますし特にね動画に関しては本当に間違いなく一番の ののコススパのいいいマホだとは思いますただしですねやっぱりこれはねあくまで iPhoneSE2 をターゲットとするユーザーであればの話なんですよね正直ながらね僕のようなかなりカメラにうるさいユーザーであればですね iPhoneSE2 の性能だけではちょっとね物足りないっていうのは残念ながら否定できないんですよねやっぱりですねその理由の一つは iPhone11 のこの超広角レンズの重要度っていうのが、まあ、僕にとってはね非常に高くてですねこのレンズのおかげでカメラの選択肢の幅っていうのが一気に広がりますんで、まあ、僕にとって これは本当に欠かせないレンズの一つですあともう一つのね iPhone11 のアドバンテージはやっぱりナイトモードに関してですが iPhoneSE2 に関してはねこのモードがないのでやっぱりカメラを重視するユーザーにとってはこの差っていうのが非常に大きいと思いますまあ一応ですね iPhoneSE2 にも有料アプリのねニューラルカムっていうのを使えばまあ多少はねナイトモードに近づける結果っていうのは得られるんですがやっぱりこれにもね限界があるシチュエーションっていうのが多いので僕はねこのアプリに頼り切るっていうことはね不可能なんですよね セルフィーはね、写真に関してはね、そこまで大きな差っていうのはないんですけれども、特に動画になるとですね、昼も夜も SE2 っていうのはね、11とは大きな差っていうのがね、出てきます。で、ポートレートに関してはね、どちらも望遠レンズがありませんから、ちょっとね、撮りづらいっていうのはありますけれども、まあ、ボキミはね、ある程度どちらもちゃんと出せてると思います。まあ、以上がね、カメラの比較になりますけれども、やっぱりカメラを絶対的に重視するのであれば、やっぱりこの11をね、僕はお勧めしますし、まあ、そうでなければですね、この iPhoneSE2 でも必要 十分なクオリティは得られますんでまあ、詳しくはですね、カメラの比較動画撮ってますんで、そちらでね、昼と夜編で見ていただければ、まあ、違いっていうのがね、よくわかると思います。次はね、処理能力に移っていきますが、まず iPhone 11と SE2 はね、全く同じチップセット積んでるんですね。A13 Bionic チップを積んでいるので、まあ、さほどね、処理能力の差っていうのはないんですよ。まあ、ただね、唯一の違いは、まあ、11が RAM が 4GB で、SE2 がね、3GB の違いなんですよね。ただ,これだけ だけなんですよ確かにね SE2 の方がラムが 1GB 少ないんですけれどもやっぱりね普通に使う分に関しては体感差はねゼロなんですよね全くないんですよ両者文句なしでどちらも全てね問題なくサクサク動いてくれますしおそらくですけれども34年経ってもですねまあ、普通のアベレージユーザーであれば何の支障もなく使える処理能力だと思いますんでここはねドローでいいかなと思います。 で、次はね、バッテリーに移りますが、まずね、iPhone 11の容量が 3110mAh で、SE2 がね、1821mAh なので、やっぱりバッテリーライフに関してはね、 この iPhone 11の方が圧倒的にね、まあ有利というか、まあ圧勝してるんですよね。やっぱり物理的にね、1000mAh 以上違うその容量の差がありますんで、これはもう本当にね、誰でも体感してわかります。で、両方ね、メインとして使っていた時に感じたのはですね、11よりも iPhone SE2 の方がですね、まあ3割から4割程度ですね、まあ早くバッテリーの数値っていうのがまあ、どん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 って下がっていく感じが、まあ、どうしてもあります。 例えばですけれども iPhone SE2 はね、まあ、2日ぐらいは、まあ、僕の使い方であれば、まあ、十分ね、余裕を持って使えてたんですけれども SE2 に関してはですね、まあ1日半持ってくれれば同じの字っていう感じなんですよね。なのでまあ気になるので、まあ、1日は使えるんですけれども、まあ、1日ちょっと経てばですね、まあ、あの充電をね、もうやってしまうっていうことが多いです。ですのでバッテリーライフに関しては、ね、圧倒的に11の方が優秀です。まあ、ただね、まあ、両方ともワイヤレス充電には対応してますんで、特にね、 ミッドレンジの iPhone SE 2がまあ、ワイヤレス充電に対応しているっていうのはかなり評価されていいと思います。次にねディスプレイに移りますが、11がね6.1インチで SE 2がね4.7インチでね、まあ、どちらも LCD スクリーンではあるんですけれども、画質自体はね、まあ、僕は両者は全く不満なく LCD でもね美しいと感じます。 で、昼でもですね、特別画面がね、両方とも暗く感じるっていうことはないんですけれども、やっぱりベゼルに関してはね、どうしても iPhone SE2 っていうのはね、問題外に太いですよ。 個人的にはね、iPhone 11でさえも正直ながらね、褒められたベゼルの幅ではないとは思うんですけれども、やっぱり SE2 のベゼルっていうのはね、本当に、まあ、問題外に太いってことだけはね、言っておきたいと思います。ベゼルの話はね、以上にしておいて、次はね、コンパクトさについて見ていきますが、やっぱりね、これはメリット、デメリット、結構まあ、明確に出てきます。当然ね、iPhone SE2 は小さくて画面の両端までね、指が届きやすいっていうのはありますが、その分ね、得られる情報っていうのは少なくなりますし、 動画視聴の際はね、やっぱり画面が小さいので、11よりもね、その醜さっていうのはね、多少はあります。このね、コンパクトさのメリット、デメリットっていうのは、まレ、あ、11にはね、逆に当たりまして、まあ、これはね、一長一短っていう感じにはなりますね。まあ、画質にはね、問題ないんですけども、僕はね、まあ、全体的なこう、 ま、ディスプレイのバランスを考えれば、僕は iPhone 11の方がね、上かなという感じですね。次にね、スピーカーに移りますが、iPhone 11もね、SE2 も両方とも、ま、ステレオスピーカーにはなるんですけれども、ドルビーアトモスに対応している11に対して、SE2 はね、それには対応していないんですね。まあ、一応ね、もう一度聞き比べてみましょう。 感想としましてはね、やっぱり文句なしに iPhone 11の方が圧勝してるんですよね。まあ音のクリアさですとか、まあ重低音の良さで音量で本当に基本的にはもう全てにおいてですね、iPhone SE2 を圧倒してると僕は思います。次はね、OS に関してですが、まあどちらもね、iOS ですので、まあ基本的にね、操作感の大きな違いっていうのはありませんけれども、やっぱり一番の大きな違いっていうのは、まあジェスチャー操作か、まあホームボタンの操作かっていうことですよね。まあこれはどちらもね、スムーズですから、まあ僕はね、慣れの問題 次第っていうのはあるにはあります。けれども、やっぱりこれは完全に好みで分かれるかもしれませんね。で、個人的にね。iphone 11のその se にはない。良さっていうのは、このダブルタップの操作感ですね。これは非常に便利ですし、se に関してはですね。まあ、バッテリーの残量が。 あの何パーセントかっていうのがすぐに分かるようになっているっていうのは11にはないその有利な点かなと思いますまあ OS はねどちらも iOS ですからまあ引き分けとしておきましょうでその他のね細かい点を見ていきますがまずいつものね4つの細かい点ですねイヤホンジャックマイクロ SD そしてワイヤレス充電と防塵防水の IP レートですねまあこれねまあ全くどちらも同じなんですよねまあ一応ですけれども IP レートに関してはね11の方が SE2 よりもまあ若干上の性能ではあるんですけれどもどちらもまあ防塵防水に対応 をしているので、まあ、そこままで気にすする必要はないいと思いますで一番の重要はロック解除だと思います iPhone11 がね顔認証で iPhoneSE2 がね指紋認証なんですけれどもこれはねコロナの影響で今ね圧倒的に iPhoneSE2 の方が便利ですよ。 で、しかもですね、この影響っていうのはおそらくですけれども、2年、3年とね、かなりの長期で続きますから、本当に外出中だけでなくですね、まあオフィスとかね、仕事中であったとしても、建物の中であったとしても、そのマスクが必須の今ですから、フェイス ID のみに頼るね、iPhone 11っていうのは、やっぱりちょっとね、使いづらいっていうかね、もうかなり相当不利だと思います。iPhone SE2 に比べると。次にね、重さなんですけれども、iPhone 11が、ね、194g で、SE2 が 148g なので、やっぱりね、この SE2 2のコンパクトさとその軽量さっていうのは、まあ結構優秀ですよ。で、11はね、やっぱり6.1インチのディスプレイにしてみればね、少しずっしり重すぎるっていうのがね、僕はあると思います。最後ね、価格、コストパフォーマンスのカテゴリーですけれども、まあ iPhone 11とね SE2 のその Apple Store のね、シムフリーの価格見ていきますが、まあ最安値がね、11が74,800円で、SE がね、44,800円ということで、まあ全体的なコスパをね、 考えればですね僕はやっぱり iPhone SE2 の方がコスパ自体は上だと思います。まあ劣る部分っていうのはね、正直、まあ、今まで言ってきましたが目立つ部分はあるにはあるんですけれども、まあそれでもね、コスパの優秀さで言えば SE2 の方が上だと思います。価格差っていうのはね、基本的に3万円あるんですけれども、これはね、もう本当に絶妙な 価格設定だと思います、まあ11のねその総合力っていうのを考えれば決してね損ではないその価格設定だとは思うんですね11もまあでもねこの3万円の価格差っていうのは本当に大きいよねっていうふうには僕は思いますで以上がね iPhone11 と SE2 をねまあ8つのカテゴリーに分けて比較してきたんですけれどもじゃあねまあどっちをお前だったら選ぶんだっていうふうになった場合ですねまあ非常に難しいですけれども、まあ、僕がどうしてもね1台選ぶんであれば 僕はね、11を選びます。まあなぜかというとですね、僕はこの iPhone SE2 まあ、アップルがね、ターゲットとしてるユーザー層では、まあ、ないんですよね。まあ、こう言っちゃうとね、ま元も子もないんですけども、まあ、そういう判断なんですよ。一応ね、iPhone SE2 を擁護すると、まあ、そこまでね、スマホに興味のないユーザーですとか、まあ、カメラもね、多少、まあ、普通に撮れればいいと。で、とにかく、こう、iPhone でコスパのいいものっていう人であればね、まあ、断然こちらで十分です。そうでなければね、こちらの iPhone 11をお勧めします。まあ、特にね、これからキャリア版で、まあ、安くね、セールされると思いますんで、その辺をね、こう、しっかり狙う してまあね iphone 11をお安くねコストパフォーマンスよく購入してもらうのがベストだとは思います一応ですねこの動画を見てる人がですねまぁ、あ、公開してからかなり先の未来から来た人に対して言いたいのはですねまあこの se 2と11がですねまぁ、あ、価格差が1.5万円ぐらいの差であればですね僕はまあ se 2よりも入れ分を選んだ方がいいかなとは思います今回もご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょう